俺お前のことが大っ嫌い。かねちゃんはいつもニコニコしてて人当たりがいい。いつ いつもマスクで本心を隠している何別にマスクは習慣なだけだし、それに本心言ってるけど私。はい。うん。なんかすっきりした。ほらな、言いたいことは言って、したいことはした方がいいよ。時間は永遠じゃないから。俺、お前のことが大っ嫌い。私、マスクがないと無理なんだ。余計なことは言わず、いつも笑顔で言おうと決めて。作り笑いばっかりしやがって。言いたいことあんならちゃんと言え。私はこういう風にしか生きられないの。ほら、どうだ、世界は広いだろ。誠司君が見てる世界って切なくて綺麗なんだね。誠司のこと好きとか。え？ごめん、もう会えないかもしんない。夜が明けたら一番に君に会いに行く。俺は何よりもう一度